どうもリフォーム学です。このチャンネルは暮らしに役立つリフォームの情報を配信しております。今まさにリフォームをしようという方も、これから先ですねリフォームをしようかなという方も、ぜひ最後までご覧ください。こちら私の簡単なプロフィールになっております。興味があれば止めてみてください。はい、というわけで今回は住宅省エネ2023キャンペーンの子どもエコ住まい支援事業と先進的間取りノベ関連の動画となります。まずは先進的間取りノベの内窓の納期速報からいきたいと思います。前回の動画では8月の連休明けぐらいから各メーカー納期短縮の報告が連日のように入ってきて、最大3ヶ月以上かかっていた納期が1ヶ月半くらいになってきましたという内容でした。今回の動画ではかなり納期が縮まったメーカーさんと、そこまで大きく変わってないメーカーさんと分かれてます。理由はわからないですけど、もしかしたら今がチャンスということで、そのメーカーさんにまた発注が多くいったのかもしれないですね。今回もリクシルさん、YKKAP さん、三協アルミさんとこの3社の内窓の納期を比較していきたいと思います。それではまずリクシルさんから見てみましょう。リクシルさんは前回の動画配信の8月末時点では実働31日だったんですが、現在は9月29日から実働21日となりました。約1ヶ月間で実働10日間の短縮になるので、約2週間短縮されたことになります。リクシルさん結構納期短縮されましたね。次に YKKAP さんですが、YKKAP さんは前回の動画配信では実働28日だったんですが、なんと9月25日の受注分から実働19日となりました。実働19日、ついに十何日にまで戻ってきましたね。こちら実働9日間短縮されているので、リクシルさんと同じ実質約2週間ぐらいの納期短縮となってます。この納期が十何日台になってきたのは YKKAP さんのみになります。ここに来て内窓の納期が一番早いメーカーさんになりましたね。そして三協アルミさんはというと、前回の動画配信時点では実働28日だったのが実働24日となってます。こちら4日なので約1週間の納期短縮ですね。正直三協アルミさんはそこまで大きくは変わっていないですね。ただリクシルさんも YKKAP さんも徐々に納期が短縮されているんですけど、三協アルミさんに関しては9月の4日から納期短縮が行われていないんですね。なのでもしかすると冒頭で言った通り、三協アルミさんにまた内窓の受注が多くいってしまっているのかもしれないですね。ただこれを見てわかる通り、内窓かなり頼みやすくなってきたんじゃないでしょうかね。ちなみに一番納期が早い YKKAP さんを休み明けの9月25日に発注した場合、いつ納品されるのか。9月の25日発注、そしてなんと10月の23日、1ヶ月未満で入ってくるようになりました。3ヶ月待ちだったのにと、これかなり良くなりましたよね。今月頼んでも10月末には工事が終わっているということで、これまだまだ申請までに余裕がありそうですね。少し前だと3ヶ月待ちだしもう間に合わないから今年は諦めましたっていう方もいたんですけど、実際にはまだまだ全然間に合うので、冬に向けてですね、ぜひ内窓の工事検討していただくのもいいかなっていうふうには思いますね。そしてこれから工事をする方、もしくはしようという方、これには本当に気をつけてくださいという注意事項をお伝えいたします。以前の動画でもお伝えしてるんですが、既存の写真の撮り方です。これ実際に私も私の周りも相当数が写真の不備を受けて差し戻しされてます。これ訂正した写真ができないと、その窓は対象外になってしまうんですよ。ここに記載のあるように、6月1日以降に契約する工事で工事前写真が提出できない箇所は原則本補助金の補助対象としません。つまり既存写真が万が一不備になってしまった場合、訂正した写真が撮れればいいんですけど、それがないと補助対象外になってしまうということです。どういったことに注意しなければならないかというと、カーテンや障子などで窓が見えなくなっている場合、これ完全に不備として差し戻されます。これで私本当に痛い目に遭いました。これなんでかっていうと、間取りノベの補助金はあくまで外壁の窓を改修することに対しての補助金なので、外壁の窓って分かるようにしてくださいということなんですね。中にはおしゃれにこう室内の窓をつけるという方もいるので、本当に外の窓なんですか、だったら分かるような写真を提出してくださいねみたいなことなんですね。なので一番いいのは窓を少し開けて外の風景を見えるようにするっていうのが一番間違いないですね。
ただ開かない窓だったりとか、その開かない窓のガラス自体が曇っている場合、これは一体どうなるのかということなんですけど、これに関しては差し戻しは起きにくいみたいですね。あとは外部から写真を撮るということですね。これでなんとか私は OK をもらいました。ちなみにカバー工法とか剥離工法などの外窓交換に関しては、内部からと外部から両方写真撮っておいた方がいいです。これ解体してしまうと、もう既存写真は撮れなくなってしまうので、念には念をということで、こちらどっちの写真もあった方がいいです。ちなみに外部からの写真でも雨戸とかシャッターが閉まった状態だと同じく差し戻しされてしまうので、そこは注意してくださいね。それでは子供エコ住まい支援事業と間取りノベの申請状況を見ていきたいと思います。まずは子供エコですが、もうこの子供エコに関してはまだ予算が残っていることに本当に驚いてます。8月には終わるだろうと予想していたのが、まさかの9月末時点でまだ残ってますからね。現在 98% なので、ほぼほぼ間違いなく今月で終わると思いますので、もう今からは使えないと思った方がいいですね。おそらくここからまた予算増額しますっていうことはないかなっていうふうには思いますので。でも1700億あった補助金がまさかの約半年でなくなったので、補助金による需要の影響はかなりあったのかなっていうふうには思いますね。次に先進的間取りノベですね。現在 65% となっております。こちらはまだまだ予算がありそうですね。単月の申請状況はこんな感じです。4月127億円、5月89億円、6月91億円、7月102億円、8月78億円ですね。4月は今まで溜まっていた分の申請、7月は内窓の工事が集中したのか、比較的多めの申請になってますね。そして現時点で 65% の申請割合なので、金額にすると現在585億円分の申請となります。戸建ての予算が900億なので、残りが315億となってますね。これ実は結構ぴったりくらいじゃないって感じなんですよ。この住宅省エネ2023は交付申請の締め切りが12月31日までなので、残り3ヶ月ちょいなんですね。今の申請額って単月にすると約98億円なんですよ。まあ、わかりやすく100億だとして、9月の残り1週間で15億、そして10月、11月、12月で100億ずつだったとすると、ぴったり315億予算達成ってそんなうまくはいかないかもしれないんですけど、ただ数値的にはちょうどいいくらいに予算が終了するんじゃないかなっていうふうに思います。まして今回の子供エコのように終了間際で一気に申請が増えるだろうと思ったら、逆にまさかの鈍化するっていうことも考えられますからね。なので間取りノベ、おそらくですがギリギリまで予算は残るんじゃないかなっていうふうには思います。それでは最後に各メーカーの内窓の納期のおさらいをいきたいと思います。リクシルさんが9月の29日から実働21日、 YKKAP さんが9月25日から実働19日、三協アルミさんが実働24日となっております。ちなみに一番早い YKKAP さんの商品を9月25日に発注したとすると、10月の23日に入ってくる計算になります。ついに納期を1ヶ月切った。これでかなり頼みやすくなったかなというふうに思います。各メーカー、これに続いて納期短縮を期待したいなというふうに思います。もし出遅れたなって思っている方、まだまだ間に合いますし、先ほど説明した通り予算もまだまだ残ってます。内窓つけたかったんだけどやっぱり諦めたんだとか、どうしようかなって迷っている方、ぜひですね、今回の補助金をうまく使ってお得にエコなリフォームを検討してみてはいかがでしょうか。このチャンネルが皆さんのリフォームに対する一つの参考材料になればなっていうふうには思っております。というわけで今回の動画は以上となります。これからもですね、皆さんの理想のお家作りのために、お家に対する情報をどんどんと配信していきますので、この動画が勉強になった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。また、この動画を作ってほしいとか、これがわからないんだという方はですね、ぜひコメント欄に書き込みをお願いいたします。そういった動画も作っていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。